ゲームで涙が出せるかどうかって人それぞれなところがでかすぎると思う。まあ涙腺緩かったね、スーパーマリオとかでも泣くかもね。どのタイミングだ。ピジ姫触れるタイミング。いやあんなのは全然泣かなくて、うんうん、結局やっぱりあのクッパがマグマに落ちるとこ。それで泣いてる人いたらポンポンって飛んで、うん、斧取ったらブルーっていってザバーンっていくじゃん、うん、でクッパこうやって死んでいくじゃん、うん、こうやっては死んでいく。本当むしろ直立でズズズズズって沈んでいく感じだと。あの時にこうちょっとブルッとくる人もいるかもしれない。自律神経失調症ですね多分それは。倒さざるを得なかったんだよ。ゲームで泣いたことある人割とこの場で2人しかいねえもんだって。やっぱり泣く方が少数派なのかもしれん。あそうなんだね、うん、泣くまで行くのが。ちなみにタイトルは何でした。僕 FF10 です。10 2人とも2人とも FF10 だし。あでも10は多いみたいよやっぱり。そうか、やっぱり大好きだ俺も10を。去年か、うん、去年 HD リマスターやり直したんだけど、うんうん、当時やった時は、うん、何の感情も揺れ動かなかった。うん、ゲームに夢中だったから単純に。だからストーリーより、うん、必要の武器めんどくさいなみたいな、うん、方ばっか考えてたんだけど、うん、ストーリー重視でやったら確かにちょっといい話だなと思った、うん、あった。え俺泣いたゲームあった。 15? 違う15で泣いた。やっぱつれえわあの瞬間にやっぱカジサの涙腺も。つれえわ。エンディングでね、ルーナにこう写真見せるとカップヌードルが映る、写った写真を見せるっていう。残念ながら俺はグラディオラスの写真見せた。俺のノクトは俺のノクトは自分の嫁にグラディオラスの最高の笑顔の写真を見せつけてた。俺そんな使われ方するって当然知らないからさ、旅の途中で俺面白がってさ、グラディオラスのアップしか撮ってなかったからさ。いや分かります、グラディオラスが面白いのは分かります。あいつが時々こういう格好でめっちゃ笑う時とかあるじゃん。入ってくる。そうそうそう、あれで撮ってたからさ、それを渡すことになって台無しだよ。他にもう写真なかったんだもん、何も。台無しだよ。まあそうですよ、写真撮らないプレイヤーだっていますもん。そう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 、違う、残念ながら FF15 ではない。15ではない。何、頑張れ五右衛門です。お、どこだ。頑張れ五右衛門、雪姫、アコキングの、アコキング野望だったかな。プレステで出た頑張れ五右衛門。泣けんのそれ。これはですね、頑張れ五右衛門シリーズで俺初めて遊んで、いやなんなら初めてプレステで遊んだタイトルかもしれないです。で、遊んで言ってたもんね、解釈で。そうで、頑張れ五右衛門シリーズが他にもあるって知って欲しいって思ったんですよ、うん、夢中になったから。親父、その時俺は中国に住んでたんですよ、うん、で、親父に頼む、次の日本出張の時に頑張れ五右衛門、そう、また五右衛門買ってきてくれっつって、で、親父買ってきたんですよ。同じタイトル買ってきたんですよ。二つ目のアコキングの野望。二つ目のアコキングの野望リターンズだった。アコキングリターンズだったんです。もう泣きましたよね、その時は。ワンワンと違うよってわざわざ日本に行ってこれかよってなるの。違うやつがやりたかったんだよって。もうアコキングはもうこすりにこすってクリアしたんだよって。それは悲しいな。でしょ、多分それが唯一です、ゲームで泣いたこと。泣いた、ゲームで泣いたって親父に泣かされてる。厳密にはちょっと違いますよね。なるほど、なんだよ、幼児化したぞ、カジさんが幼児化してしまった、はい、ということでね、泣いたり泣かなかったりってことみたいですよ。はい。